今日の誰かのヒーローにジャスティスターです。ふぅお願いします。はい、ということで本日の任務はですね、笑いから耐えろです。シンプル、シンプル。ということでルールは簡単ですよ、はい、僕らそれぞれ TikTok で見つけた面白い動画を今から流します。そう、見てる最中に口に水を吹き込んで、溜め込んで、吐いちゃダメって誰から聞こえるの耐えちゃダメっていう感じですね、はい、耐えちゃダメ、今日おかしくない耐えなきゃいけないという感じで、大丈夫そうですね。どうですか、笑い耐えるに関して自信ありますか皆さん。それはもうあるよ。結構ゲラだからな。で、俺らみんなゲラじゃないか。うん、そうか。どう耐えるか。いや、でも動画だったら耐えれる気がする。耐えれるかな。いけるよ。俺ら結構もう中学の時でもさ、笑ったダメゲームみたいなよくやってたから、その笑っちゃった人が逆にみんなを笑わせなきゃいけないみたいな、結構やってるじゃん。そういう面でも笑い耐えるのは鍛えられてるかな。そうなんよね。まあ一般人ごときに笑わせられたらね、僕らジャスティスターですよ。一般人で俺も言ったら悪い、俺も一般人だな。まあ悪く映ったらごめんなさいということで、早速もやってみますか。はい、それでは任務へレッツゴーカーン。はい、ということでいきますよ。うん、バイバイする？バイバイしたくない。かわいい。バイバイしたくない。バイバイしたくないんだ。バトルしようぜ。急に急に何なんだ急なバトル意味わからんて。バトルするバトルするか。実はずっと前から好きでした。僕と付き合ってください。ごめんね、ちょっと。今来る。これ通り、今来る。マジか。あ、めっちゃ面白いんだけど。おはよう。あやにゃんさんです。こんにちは。知られ笑いしてはいけない動画、またインスタの DM でリクエスト来たのでやっていきます。いこう。かわいい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 。顔が面白すぎる。マジで痛い。この映画が、いやもう何か無理だ俺。はいはい。クリスマークやってて、ちょっと今口が今開かないんですけど、最大限に開く、ちょっと口やってみたいと思います。うわ、俺
笑ったら負け。はい、ということでお疲れ様でした。はい、どうでしたか皆さん。結構面白かった最後がきつかったね。あの動画回す前さ、結構、いや結構耐えられちゃうよみたいな話してたじゃん、うん、意外にむずいよね。ミスここであるのと、多分あとみんなでこの集中して見てるっていう感じも含めて多分、うん、なんかきつかったね、うん、いやこれ結構面白かったらまたやるか、うん、どんどんいろいろな耐久探しとくわ、うん、ね、いっぱい、あとできれば今度はまあ、見るのももちろんいいですけど、今度は一人が笑わせに行くとか、うん、そういうのあってもいいよね、はい、その、まあ、だから俺らがよくやってた笑っちゃダメゲームの、うん、水あるバージョン、水吹き出した人が今度逆に笑わせる側に回ってみたいなやつもあっても面白いのかなと思うんで、うん、まあ、今後も楽しくやっていきましょう、はい、ということでじゃあ今回は終わりにしたいと思います。はい、はい、それでは GO! ジャスティス GO! GO! ジャスティス GO! 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 ジャスティス GO! バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。みんなは耐えることができたかな。明日も面白い動画が上がるから、よかったら見てください。それじゃあ、バイバーイ。